よろしくお願いします。で、解が x イコール3マイナス i。 3マイナス i ってことはもう一個持つよね。はい、でももう一個はまあどうする、次のことやる。4文字数字じゃなくて m m。 え、あのさ、三次方程式のさ、解と係数の関係は覚えてる？なんか a プラス、あ、ごめんなさい、アルファプラス a イコール、あ、それで a 分のマイナス a 分の b。 ああ、三次方程式って全部足すがマイナス a 分の b で、i 異なる二積のあベータギャマギャマギャマアラが a 分の c で全部の積、アルファベータギャマがマイナス a 分の d。これの覚え方がすごいね。上から読んでみ、上から。B A C。バカだ。バカじゃないか。バカだって思う。人の覚え方。で、これすごいのは、点々とマイナスが当たらないですよ。あるでしょ。すごくないですか。そしたらこの子使っちゃうわけですよ。これ使っていくと。アルファベータにしようか、こっちを。アルファベータは、まあ、ギャンマはいいよね。ギャンマってするよ。ギャンマってする。D は。ん ?D20。あ、D20。そうそうそう。ってなったら、これ足すこれ足すこれが、バーだよね。まあ、ここに多分、解と係数の関係よりっていうのを書いてくれれば、OK、僕です。イコールあっていくぜ。マイナス A 分の。マイナス A。マイナス A。で、これかけこれ。マイナス A。これね、全部 i 消えるんだよ。全部 i 消えるようになってるんですよ。すごいですよ。優しい。3マイナス i の。が、かは。B。B。最後。かけちゃえ。はいな。っていうのを解いてあげれば、OK、もしよう。ここ一番早いかな。10M。出た。で、どこになるの？早っ。一番上？一番上に見える。これ消えるでしょ？消える。うん、はい。いや。A イコールマイナス。うん。で、ここ入れて、ここちょっと見せます。これだけ計算したよね。10、プラス、ここって、はい、消えるよね。消える。6M?6M だね。マイナス12？